笑い黒板材は1925年のアメリカ合衆国のサイレント映画。ラリー・シモン監督が欠かしに噴する農場労働者役を演じた。ライマン・フランク・ボーム著のオズの魔法使いをもとに若い頃のオリバー・ハーディがブリキの木こりとして登場する。ライマン・フランク・ボームの息子、ライマン・フランク・ボーム・ジュニアという人物がこの脚本執筆で有名になった。これは ボームの長男フランク・ジョスリン・ボームのことであるが、ボーム研究者のマイケル・パトリック・ハーンによると彼が実際に執筆したかどうかは疑わしく、単にビジネスとして制作に関わっていただけと考えられている。メディアを再生するウィザード・オブ・オズガング制作者は孫娘に欠か,かし人形を作っている。彼は彼女に赤子の姫がゆりかごから行方不明となった後、 クルール首相により、オズの国がどのように収められたかを語る。クルールの独裁的政権は実際は、ウィキッド大使が裏で実権を握っている。ビシャス女子が側近として、クルールに仕えている。トリックばかりで実際には、魔法が使えない魔法使いはバスケットから、エキゾチックで魅惑的に、ドラーグクイーンを登場させてみせる。人々は政権に反抗するようになり、 彼らのリーダーであるカインド王子は王位を継ぐべきである。姫の創作を要求する。クルールはウィキッド大使にこの問題の解決を任せる。その頃、カンザス州にはドロシーが親戚たちと農場に住んでいる。m おばさんは優しく世話好きな女性で、ヘンリーおじさんは短期で、肥満の男性で、いつもドロシーを怒鳴って叱りつける。 彼はまた農場を労働者のスノーボールを虐待している。ハーディとシーモンは仕事もせずに、ドロシーに言い寄るが、どちらもなかなかうまくいかずに、彼女の優柔不断さに気がおかしくなる。農場でのドタバタ騒ぎの後、M、おばさんが自分とヘンリーおじさんは、ドロシーの実の親戚ではないことを明かす。以前二人は、家の前で、ドロシーを拾い、バスケットの中にはドロシーが18歳になったら、 開くべき封筒が入っていた。彼女の誕生日、ウィッキット大使と家臣が農場にやってきて未開封の封筒を要求する。封筒の中身はドロシーが長年行方不明であったオズのドロシア姫であるとする公式文書が入っているが、本人がそれを読めなければ法的に姫になることはできない。ヘンリーおじさんは封筒を渡すことを拒否したため。 ウィキッド大使はドロシーを人質にして殺すと脅し、農場全体の捜索を要求した。ウィキッド大使はヘンリーがドロシーに恋していることに気づき、もし最初に封筒を見つけたら富と彼女の愛を与えると約束する。富を得たい彼はすぐに同意し、封筒を探す。彼が封筒を渡そうとした時、待ち伏せしていたシーモンが封筒を取り戻して、ドロシーを助け出す。 ハーディとウィキッド大使はシーモンを追いかけていると突然竜巻が起こって次々と人々を巻き込みドロシーを家のシェルターに避難させようとする家が吹き飛ばされてオズの国の前に到着し家は地面に当たって粉々になるシーモンは封筒を彼女に渡し彼女は文章を読もうとするその時クルール首相とカインド王子がやってきて止めようとするが彼女は すでにそれを読み終えていた。クルール首相とウィキッド大使は、彼女の誘拐の罪でヘンリーおじさんたちを非難し、魔法使いに彼らを猿に変えるように言いつけるが、彼にはできない。シーモンとハーディは、それぞれカカシとブリーキの木こりに変装して魔法使いを助けるが、変装はすぐに見破られて逮捕される。裁判中、ヘンリーは仲間を裏切って、 彼らがドロシーを誘拐したと証言し、カインド王子は彼らに有罪判決を下す。ハーディのおかげで、クルール首相は、ドロシーとカインド王子を操り、人形として独裁政権を続ける。クルール首相は、ハーディとヘンリーをおじさんに、軍隊で高い地位につけるようドロシーと約束するが、彼はドロシーに陰謀を悟られないようにする。ウィキッド大使の助言により、彼は、 ドロシーと結婚して、格好たる地位を築こうとし、シーマンとスノーボールを地下牢で働かせようとする。魔法使いは彼らを助け、スノーボールにライオンの衣装を渡して警備員を脅させる。シーマンはドロシーに、ドロシーは利用されているだけだと警告しようとするが、逆にハーディに地下牢に追い詰められ、ライオンの檻に閉じ込められる。シーモンとスノーボールは、なんとか逃げ出し、 ドロシーとクルール首相に反発したカインド王子の部屋にギリギリたどり着いた。シーモンとカインド王子に追い詰められ、クルール首相はドロシーを誘拐して、カンザス州に連れて行ったのは自分だと白状した。クルール首相が去った後、シーモンはドロシーに思いを伝えようとするが、彼女はもうカインド王子に心を奪われており、結婚してオズを統治するようである。昇進のシーモンは、 大砲で彼を撃とうとする、ウィッキッド大使とハーディに追いかけられる。スノーボールは、飛行機に乗り、シーモンに、大砲の弾が当たる直前にシーモンを拾おうとするが、釣りはしごが壊れて落ちる。玩具製作者の孫娘のかかしの人形は、椅子から落ち、カカシが落下して死亡したことを暗示する。目を覚ましてしまった孫娘は、玩具製作者に慰められて、ベッドに戻る。 彼はこっそり本の最後を読み、カインの王子とドロシーはオズで幸せに暮らしたとのことで、ある。椅子に乗っていた人形たちはこの話の登場人物で、あり、彼が実際シーモンのキャラクターであることを示唆する。映画冒頭の出演者リストに、ウィリアム・ホーバーとウィリアム・ダイナスの名があるが、役名は不明である。可能性としては、農場労働者、警備員、オズ国民、 ウィッキッド大使の家臣が考えられる。チェスター・コンクリントワンダ・ホーリーが早くで出演しているが、出演者リストに名前がない。映画は小説からかけ離れており、新たな登場人物や状況が登場する。全く違った筋ながら、オズの国など小説に出てくる場所が登場する。映画では、シーモンのキャラクターを中心に据え、1939年の 映画、オズの魔法師でレイボルジャー演じる、カカシの原型となった。小説との大きな違いは、カカシブリキのキコリ、ライオンが、キャラクターではなく、竜巻でオズに飛ばされた、農場労働者たちが変装するだけの箇所である。ドロシーを演じたドロシードワンは、シーモンの妻である。役としてのドロシーは若く、18歳になったばかりの、魅惑的な女性で、 シーモンとハーディとの三角関係にいることに気づいている。小説とは大きく異なり、ブリキのキコリがドロシーから来る嫉妬により、悪のクルール首相の過信となる悪役になる。シーモンはドロシーへの叶わぬ恋に身を焦がし、農場ではハーディに、オズでは、カインド王子に負ける。物語のいくつかの部分はこれ以前のオズ、関連作品を元にしている。例えば、 クルール首相が1914年の映画、ヒズ・マジェスティザスケア・クローブ、オズの敵、クルール王の子孫であるなど。またドロシア・姫の先祖は、1902年のミュージカル、ザ・ウィザード・オブ、オズの亡命中のオズの王であり、オズの虹の国以降のオズシリーズに登場する、オズマ・姫の父である、パストリアである。チャドウィック・ピクチャーズの破産により、予定していた映画館での上映が、 取りやめとなった。この映画はパブリックドメインとなっており、ベータマックス、VHS、レーザーディスク、セット、DVD、HDDVD、ブルーレイディスクなど多くのホームメディアが出版されている。2005年に出版された3枚組のオズの魔法師にもオズシリーズのサイレント映画として紹介されている。1925年の公開当初、ルイスラ・ロンデル編曲。 ハリー F ・ F シルバマン式、ジュリス・ケイ・ジョンソンによるピアノ演奏で上映された。すでにパブリックドメインとなっている多くの他のサイレント映画同様、この映画のホームビデオでは楽譜が見つからないため当時の音楽は導入されていない。1986年、ロザリオ演奏によるオルガン版楽譜が発表され、ビデオエスタイヤー出版のビデオに採用された。 1996年11月26日、アメリカンホームエンタテイメントによる、ライマン・フランク・ボーム・サイレント・フィルム・コレクション・オブ・オーズ以降のホームメディアで、新しい音楽が採用された。マーク・グラスマン及びステファン・プレスリーによる演奏で、ジャック・リン・ラブルがナレーターを務めた。2005年、ロバート・イズライル作曲編曲、ヨーロッパのロバート・イズライル・オーケストラによる演奏で、 新しい音楽が制作され、2005年に出版された3枚組のオズの魔法師以降、この音楽が採用されている。<music> フィッツパトリック、アイリーン、ホーズファンズ、ゼアーズのプレイスライク、アメリカンホーム、ビルボード、